今日は練習見に来ました。先輩司教さん、今年もよろしくお願いします。皆さんも今年もよろしくお願いします。現在クラブハウスオフィシャルショップ店は改装休業中です。2月からリニューアルオープンということで、いやそれも楽しみです。練習見学は試合の2日前と前日はできません。土曜日に試合があるときは金曜と木曜は見学不可です。もちろんファンサービスもできません。そしてサインの方もいただいてきました。あ、もちろん午前練習の終わったタイミングでいただいてますんで、そこのところはご心配なく。ランコ・ポポビッチ監督サインいただきました。2024アントラーズ楽しみたいと思います。お隣にあるのがチャール選手、チャルリッチ選手ですね。今季アントラーズのセンターバック任せたぞ。こちらはギラルメ・パレジ選手、背番号77番。アントン、パレジ選手長くアントラーズにいてくれると嬉しいね。続いて樋口選手、樋口選手ももうアントラーズで3年目。もっともっと活躍さらに期待しましょう。最後は背番号1になった早川選手、名実ともに守護神、2024シーズンも守ってくれ。運が良ければ、そしてほんの少しの勇気があれば、選手からのサインも皆さんいただけます。皆さんもスタジアムだけじゃなくてクラブハウスにも足を運んでみてください。アントラーズを共に応援していきましょう。ほい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 。あれ、でもこれこのまま歩いてったらわし打つんじゃね。こっちこっちこっち。オフシーズンにアントラーズを感じたいときはクラブハウスやスタジアムの他に図書館がおすすめです。古いフリークスとかもいっぱいありますよ。楽しいですよ。今日はここ鹿島スタジアムでもおなじみ増屋さん、お昼楽しみたいと思います。行くぞ。店内はアントラーズ色が非常に強いです。サポーターの皆さん本当におすすめです。ぜひ一度増屋さんに足を運んでみてください。レシ、ソガハタさんの帽子です。シカオくんも可愛いですね。柴崎選手、今年はよろしくお願いします。柴崎選手の力にかかっています。よろしくお願いします。曽ヶ畑アカデミーコーチも時々来店されるそうです。本山選手、現役生活お疲れ様でした。17番時代の小笠原光雄さんのユニフォームです。光雄さんといえば40番のイメージが強いんですけど、27、17、8、40、光雄さんはいつの時代もすごいですよ。今も本当すごいんですよ。13番といえば柳沢選手、未だにそういうサポーターもいっぱいいるのではないでしょうか。僕もその一人です。アツシゴール、アツシゴール、柳沢アツシ。クラブエンブレムもかっこいいですね。
今は岩手グルージャ盛岡の社長をやってらっしゃる秋田豊さんです。ヘディングすごかったですよね。こちん。店内の至る所にアントラーズ要素が散りばめられています。サポーターの皆さん最高に楽しいですよ。頑張れ鹿島アントラーズ、今年こそタイトルを取りましょう。今年こそタイトルを取りましょう。2024年も鹿島スタジアムにお店出してくれるって嬉しい嬉しい。恥ずかしながらマス屋さんってラーメン屋さんだと思ってた。いやもちろんそばもやってるのは知ってましたよ。そばうどんもですけど、ごめんなさい。練習見てたら腹が減る、本を読んでも腹が減る。今日はおそばをいただきやす。ではおつゆいただきます。おそばといえばおつゆ。おそば美味しいっすね。あったまります。このだしの方もおつゆがすげーうまいです。もうマス屋さんはおそばもそりゃもちろんだけどおすすめ。ラーメンだけじゃないんだな、反省。では続いてはエビ天ぷらそばなんで、もうこのエビ食わずしていただきます。続いてはシカサポチャンネル第2の顔となってるカレー。おお、このそばのつゆの感じはそばならでは、カレーそばならでは。熱々いただきます。美味しそうですね。カレー感強めというよりはそばの出汁感が強めのカレーおそばになってます。辛さもマイルド、小さなお子さんでも喜んで召し上がると思います。美味しいよ。続いてはカツ丼。これはもうスタジアムじゃ召し上がれないかな。あったかい状態のこのお肉をいただきますよ。出汁の甘みが効いてますね。肉に染みてますよ。あー、早ガチ食いしたいです。丼腹いっぱい食いたいです。マス屋さんごちそうさまでした。とっても美味しかったです。亭主さんのサービス精神、温かい話、昔のアントラーズのこともごちそうさまでした。またスタジアムでお会いしましょう。絶対食べに行きます。お昼を食べて再びクラブハウスにやってきました。これから午後練習見てきます。午後練習は子供たちも見れる、これは嬉しいね。練習のほど見させていただきました。いやー、暑い、激しい、そして寒い。皆様ご覧の際はしっかり防寒していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今年は頑張るぞ、優勝するぞ。2002年のワールドカップ懐かしいですね。鹿島にも世界の強豪がやってきました。マス屋さんもその当時4回転ですごく忙しかったそうです。 Are you ready? これはいつの T シャツでしたっけ。いやー懐かしいですね。なんとなく見た覚えはあります。はい、あ、にわかとか言わないでください。はい。